ふくらはぎ痩せしたい人は聞いてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ふくらはぎを細くする方法ということで、なかなか細くならない人のね、原因の改善を紹介しようと思います。まあ、ちなみになんですけど、まあ、タートルのね、まあ、太ももはこんな感じで、まあ、後ろから見るとね、まあ、こんな感じの、まあ、足とふくらはぎをしています。まあ、ふくらはぎなんかはね、あまりボコッとね、まあ、タートルはしてないです。まあ、というのも、いろんなストレッチなどをしているので、まあ、ふくらはぎはね、まあ、疲れにくい状態が作れてます。結構男の人ってですね、ふくらはぎはね、皆さん太い人多いんですよね。その原因の一つとしては、まず硬い、ふくらはぎが硬い、足首が硬い、あとはハムストリング硬いとふくらはぎもね、硬くなりやすいので、その点で言うと、まあ、ストレッチをしっかりしている人っていうのは筋肉が大きくなりにくいっていうのがあります。で、今回まずふくらはぎについてなんですけど、まずマッサージでね、ふくらはぎっていうのは細くならないです。ですが、ストレッチでやる、ストレッチはですね、細くできます。というのも、基本的に立っててもふくらはぎは疲れる、座ってても疲れる、足首が硬い人とか寝ててもふくらはぎは疲れが取れないといった感じになってですね、それが積み重なってふくらはぎが限界を超えてって、サイズアップしないと生活ができないっていう状態がね、ふくらはぎに起きています。で、ふくらはぎも実際2つありまして、まあ見にくいと思うんですけど、内側がヒラメ筋、外側が腓腹筋といった感じで、ふくらはぎに右左とあります。その内側が大きい人、まあヒラメ筋、外側が大きい人は腓腹筋なんですけど、今回はその腓腹筋についてお話ししていきます。腓腹筋が大きくなる場合はですね、足の裏の重心が外側の人です。内ももの筋肉が弱ってですね、足の重心が外側になる、骨盤がちょっと内側に向いてくる、足の指がちょっとハの字で内股になる。そうなると、内股なのに内股重心ってないですから、内股の人は外側重心になってます。そういった方がですね、その腓腹筋が大きくなって外側のふくらはぎがボコッと張っちゃいます。この場合によくあるのが、足の指が硬い人、ギュッギュッとこのようにね、タオルをね敷いて、そのタオルをギュッギュッとね、足の土踏まずに持っていけるかどうかやってみてください。これがですね、タオルの上に足を置いて指を力入れても、タオルが全然ね引き寄せれない人、こういった方は普段の時に指がしっかり下にねついてない感じになって、ちょっと上がってる感じになってですね、腓腹筋の疲れが取れない、大きくなるっていう性質があります。ちゃんと足が降りてれば腓腹筋は休まってるんですけど、ちょっと指が上がってる状態、こうちゃんとね掴めない、ギュッと掴めずにちょっと上がった状態の人は、いつも腓腹筋にキュッとね収縮してしまった感じになるので、大きくなってですね、横に広いふくらはぎになってしまうっていう感じになります。もちろんこの外側を叩いたり揉んだりしてね、ほぐしてもいいんですけど、まず原因をしっかり改善していかないと、毎日毎日ストレッチしたりマッサージしてもね追いつきません。なので、ヒラメ筋で言うと、内側のヒラメ筋で言うと、足首が硬い人はヒラメ筋の疲れが取れにくい、で、腓腹筋が大きい人はしっかり足の指の力をつけてください。足の指の力をつけて、いつも立ってる時、座ってる時にちゃんと足の指が床にピタッとね、地面を少しこう食いつく感じで掴めてるっていう状態は、腓腹筋の疲れが、腓腹筋が休まってる状態にできますんで、そういった環境を作って、まず無駄な筋肉を落としてください。はい、長々と喋りましたけども、
まあ、まとめますと、足の指をね、キュッキュッとね、キュッキュッと、こういうことが弱い人はですね、皮腹筋が疲れ取りにくく、筋肉が発達して太くなりやすいですから、まずそこをしっかりね調べて、弱ければ改善、弱ければ鍛えるっていうことをしてみてもらえたらと思います。ということで、今回はふくらはぎ痩せの皮腹筋についてのお話でした。参考だった方はよかったらグッドボタンやシェア、ツイッターでリツイートなどね、どんどん広げてあげてください。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。